ゆいからのメッセだってね。ちょっとアルベルヒの行こうと思ったら先にゆいのやつが発動したみたいです。あれ、先にそっちちょっと取っていこうと思います。とゆいからのメッセージが来ましたと。あ、私にも、なんだろう。あら、二人にメッセージ。パパママ一緒に宿に戻ってきてください。ゆいちゃんがこういう連絡をしてくるのって珍しいわね。確かにね。なんだろう、とりあえず急ぎの用もないしすぐ行ってみるか。そうだね、愛する娘の頼みでもあるし。ちょこちょこぶっこんでくるな。じゃあ行っちゃいましょう。ゆいちゃん、はい、今帰ったよ。帰ってきたよってね。お帰りなさいパパママ。けなげだな。ただいまゆい。それでわざわざメッセで呼ぶなんてどんな用なんだ。だってそれはですね、なんか作った。いつも優しくしてくれる二人に私からプレゼントです。いや優しいね、ありがとう。ペアルックのなんかペンダントみたいなブローチ、ダイヤの花のブローチ。これってもしかしてアイリスの花とダイヤモンドを使って作ったのか。大正解ですパパ。いいですね。ゆうちゃん、いつの間にそんなスキルを。お前で、なんか手先が器用なんだな。あ、きっと違うんですママ、装飾物作成系のスキルじゃなくてですね。いやごめんなさい、ちょっとくしゃみしました。申し訳ない。この間パパに連れて行ってもらったコンソールで手に入れた機能を使って作ったんです。これブローチがあればつけてる人同士お互いの状態をモニターできるようになるんです。それって相手が離れていてもピンチだとかがすぐわかるってことか。すごいなって。それはこの SAO の中ではかなり便利なアイテムだね。ただそんな機能とか本当はどうでもよかったんです。私はパパとママに何かプレゼントができればそれだけでも、いやー、いい娘だね。本当は指輪が作れればパパとママの結婚指輪としてプレゼントできたんですけどね。でも手に入れた機能には指輪を作る技術がなかったので。ゆいちゃん、指輪じゃなくたって十分に嬉しいよ。それであのコンソールのところ行ってたんか。なるほどね。このブローチだってすごく綺麗だし、何よりゆいの気持ちが伝わってくる。喜んでもらえてよかったです。それきっともう少しすればパパもママもこのアインクラッドを攻略してしまうと思います。二人と他の皆さんの力を合わせれば絶対です。そうしてこのゲーム世界から解放されたらその後はきっとここが残されることはないと思うんです。そうだな、これだけの騒ぎを起こしているんだからな。免れない事実っていうやつかな。もし全員今残ってる全員ではあるけど、それが無事に脱出できたならまた誰かがこのアインクラッドの中に囚われたりしないように二度と入れないようにするだろうなと。はい、仮に残されたとしても初期化は免れないと思います。それってもしかしてゆいちゃんもいなくなっちゃうってこと。はい。そんないやでもキリトが今言ってるようにナーブギアのローカルメモリの中に保存できてるようにしてるはずだ、ね、それはその通りです。でもそのデータを読み取ることができなければ私はデータの形のまま眠り続けることになってしまいます。ありゃー、それは複雑やな。確かに茅場の作ったシステムを一から解析しなければいけないし簡単にはいかないだろうな。せめて SAO に似たシステムのゲームでもあればいいんだけど、 SAO が検視されていると考えると厳しいかもしれない。外の世界のことは何とも言えないわね。私はパパとママが私のことを覚えていてくれるなら眠ったままでもいいと思っているんです。だって壊れてしまっていた私が私になれたのはパパとママのおかげなんですから。パパとママがいたから今の私が私として生まれることができたんです。だからこのプレゼントはそのお礼です。これも
ゲームの外まで持っていくことはもちろんできません。でもパパとママがこのことを覚えていてくれれば、それはゲームの外に持ち出したのと同じようなものですから。そんなの忘れるわけないじゃない。可愛い娘からのこんな素敵なプレゼントなんだよ。忘れられるわけない。当然だ。ああ、だから俺たちが忘れるかもなんて心配全くしなくていい。ありがとう、ママ、パパ。あと、プレゼントを作ったのにはもう一つ理由があって。もう一つの理由、ね、ナーブギアのデータに、パパとママのために作ったものが残せたら、眠っていても寂しくないって思ったんです。うん、そんな長い間ユウ一人ぼっちにはさせたりはしない。そう、絶対解析してリアルの世界でもねお話しできるようにしてくれるやろ、きっと。必ず唯一こうして過ごせる場所を探してみせる、約束するよ。私は SAO 以外のゲームのことはよくわからないけど、でもできる限りキリト君をお手伝いする。だから待っててね。はいはい、パパとママが力を合わせるならきっとうまくいきます。うん、私楽しみにしてますね。いやー、いい話ですね。もう完全にいい話ですわ、ギルト。うん、ま、ユイがねリアルの世界でも二人と一緒に過ごせるように祈るしかないな、これは。はい、ということで、87層到達やったかな、7層に到達した時のユイのイベントやったんやけど、多分違うねこれ。まあおまけ編みたいな感じかな、でございました。いい、お疲れ様でした。はい、どうもどうも、カズワンでございます。そしたらちゃんとしたユイのイベントかな、これは。ユイがやりたいことがあるし、エギレの店行こうってことなので、行っちゃいましょう。87層ん、あれ、それでね、お母さん役になった人は、あれ、これ違うんかな、これシリカの方が、いやユイの方が、いや分からん、シリカ、ユイ二人して何してるんだ。ああ、キリトさん、ちょっと見とこう。ですね、うん、おままごとという遊びを教わってました。ああ、おままごとね。これ多分シリカやね。おままごと、ええ、ゆいちゃんがおままごとを知らないっていうものですから。ああ、そうなんや。とっても面白いんですよ。みんなでパパ役とママ役と子供役をロールプレイするんです。ロールプレイ、なんか言い方が。おままごとってやったことありますか？あ、いや、ないよね。いや、昔あるんかな。あ、昔、あ、やったんや。やったみたいです。はい。パパは経験者なんですね。私、おままごとやってみたいです。あ、やってみたい。やる？やんの？これ、ユイとシリカのイベントらしいね。なんか誰っていうあれはないらしい。おままごとか。そうなの、ゆいにはいつも留守番させてばかりだし、よし、付き合う。はーい、ありがとうございます。こうやって娘との距離を縮めていくんだよな。私も付き合います。シリカもやるんだ。本当ですか？じゃあパパがパパ役で、私がママ役。そうなの、シリカなんかこれえってなるやろ。それじゃあ私が子供役ダメですか？いいよ。あ、でもキリトさんと夫婦っていうのも味わってみたかったなぁなんて。それなら次はシリカさんがママ役をお願いします。ありがとう、ユイちゃん。この話をキリトは聞いてないと。なんでもないです。ちゃんと聞いてないと。シリカすまないな、ユイに付き合わせる形になっちゃってっていうこともないんだよ。シリカは私利私欲に溺れてるから今。立派にキリトさんの娘さんになりきってみせますから。まあよろしく頼むよ。それじゃあ始めましょう。始めるんやな、始めちゃうんだよね。パパ、ママ、そのおはようございます。おはよう、シリカ、ぎこちね。はい、ちょっと待ってくださいね。今朝ごはんを作りますから。
目玉焼きとスクランブルエッグ、どっちがいいですか？パパと同じのがいい。それじゃあ目玉焼きですね。はい、ちょっと待ってくださいね。なるほど、キリトさんは目玉焼き派ですか。シリカちゃん、朝ごはんはパンにしますか、それともご飯ですか。パパと同じのがいいです。それじゃあパンにしますね。今日は黒パンですよ。キリトさんは朝はパン派。よし。シリカちゃん、どうしました。小声でブツブツと。いえ、なんでもないですよ、ママ。ただいま。あ、ママ。アスナ帰ってきたよ。これどういう状況みたいな。あれ、キリト君とシリカちゃんも一緒だったんだ。今、3人でおままごとをやっていたんです。私がママで、パパがパパで、私が子供役です。それじゃあ私はシリカちゃんのおばあちゃん。おばあちゃん、おばあ、ママも子供役で一緒にどうですか。子供はたくさんいた方が楽しいです。アスナーが子供か。おままごとか、すごいっすね。すごいっすねって。懐かしいな。すごいっすね。それじゃあお言葉に甘えてお邪魔します。シリカお姉ちゃん、これからよろしくね。アズナさん、妹なんですか。後から入ってきたからね。なるほど。それじゃあよろしくお願いします。これどんどん人が増えていくパターンあるな。お姉ちゃん、今日はいっぱい遊んだね。アスナ意外とこういうの得意そうやな。かくれんぼしたり、砂場でお城を作ったり、楽しかったね。でも日も暮れてきたし、そろそろお家に帰らなきゃ。ママ、ただいま。お帰りなさい、シリカちゃん、アスナちゃん。お外は楽しかった？うん。外から帰ってきたらちゃんと手を洗ってうがいをするんですよ。はーい。いつもの関係が逆転してる。なんだか不思議な光景だなって。キリトはあんまり関与してないよね。あんまり得意そうじゃない。何やってるの？あんたたち。やっぱり一人ずつ増えていくぞこれ。ああ、リズカって。あ、三女が帰ってきたわね。もう入っている前提ね。三女が帰ってきましたと。三女。今ユイと一緒におままごとを教えるんだよ。なるほど、そういうことか。リズは三女だからね。もう役まで決まっているわけね。はいはい、付き合いますよ。パパタッコー。いやー、こいつ賢いな。おいリズって。ちょっとくっつきすぎよ。なん分かってないわね。アスナ、末っ子が甘えん坊なのは基本中の基本よ。パパ、あのね、取引屋で取引されてる8万コルのレア鉱石が欲しいな。それは違うぞ。本気で欲しいものだろ。バレたか。それバレるでしょ。リズちゃんは本当に甘えん坊さんですね。ほら、こっちに来なさい。ママが膝枕してあげますよ。これは恥ずかしいやつやで。よしよし。でもほんまにやってもらってるみたいやなこれ。リズちゃんはいい子ですね。甘えたくなったらいつでもこうしてあげますからね。ちょっと言葉にロスよなこれ。こんな風にしおらしいリズは初めて見るな。リズさん、みんな何してるの。四女が帰ってきましたかな。お、リーファが今みんなでおままごとをしているんだよ。おままごと。うん、四女が来たわよ。さあさあ、こっちこっち。え、私もやるの。四女が一番発育がすごいね。問答無用の強制参加よ。今ならキリトパパとユイママに甘えたい放題の特典付き。あ、甘えたい放題。あら、リーファちゃん、そんなところにいないでママのところにいらっしゃい。うん、そういうことだ。ちょっと泣きユイの遊びに付き合ってやってくれ。うん、そういうことなら私も。入ってきたね。みんな、晩ご
ができましたよ。わーい、今日のご飯何かな。今日はリーファちゃんの大好きなラグーラビットのシチューですよ。ラグーラビットのシチューか、 S 級食材じゃないか。やったー、ママの作るシチュー私大好き。ママはこの料理でパパのハートを射止めたんですよ。実際にそうやったっけ。実際にそうやったよな、確か。ケイト君、確かあのシチューの一件からアスナと行動を共にするようになったんだけどな。なんで知ってるんですかみたいな。じゃなくてママ、その話はちょっと恥ずかしいというか。あ、それは本当のパパとママの話でした。さらっと言っちゃったな。ママはパパとラブラブで羨ましいな。3人は複雑かなっていうところかな。私パパの隣の席がいいです。うん、それなら私は左隣もらうもん。もうみんな真面目におままごとしてください。キリトの横を奪い合う女の戦いっていうやつかな。なるほどなるほど。それなら私はパパの膝の上に。それはさすがに認められません。はいはい、みんな喧嘩しちゃダメですよ。パパとママの言うこと聞いていい子にしてくださいね。はい、それじゃあみんなでいただきますしましょう。せーの、いただきます。すっかり大所帯になったな。子だくさんでとっても幸せです。まあ、ゆいが幸せそうならいいんじゃないの。これは一体どういう状況。シノンも来たか。いや、まあ来るとは思ったけど、どう参加するんかなと。いやー、シノン、おままごとだよ、ゆい一家だ。シノンも一緒にどう。とっても楽しいですよ、シノンさん。まあシノンもあんまり得意そうじゃないよな。楽しいですよ。うん、それじゃあ入れてもらってもいいかしら。はい、どうぞどうぞ。また増えたぞ。シノさんは一番下の妹ですか。気がついたら私ずいぶんお姉ちゃんになっちゃいました。そもそも私たち何歳の設定よ。あ、私7歳くらいのつもりでした。そうなると私は4歳とか。じゃあシノさんは赤ちゃん役ですね。これは恥ずかしいぞ。赤ちゃん役とかシノンやる風には思えへんけどな。はーい、シノンちゃん、ママが抱っこしてあげまちゅね。それはさすがに。おー、よしよし、いこいこ。うん、あーすな。シノマン、頑張って、赤ちゃんになりきるの。ノリノリですね。アスナはノリノリです。そんな、もう逃げられんぞこれは。すまんしの、俺には救えそうにない。はい、しのんちゃんもそろそろご飯の時間でちゅよ。おっぱい欲しいでちゅか。あ、バブー。これはなんか見てるこっちも恥ずかしくなるようなやつ。よくやったわしのの、すっごく可愛い赤ちゃんだったよ。ママ、次私にしのんちゃんをお抱っこさせてください。死ぬほど恥ずかしいわ。でしょうね。巻き込んですまん。いや、いつでも守ると言ったがこれは守りきれんわ。あれ、みんな集まって何やっているの。これフィリアとかも来るんや。フィリアってこと来るってことはストレアも来るやろ。これ今度はフィリアか。おままごとをやっているのよ。ユイちゃんがママで、キリトがパパで、私たちが子供役っていう。へえ、面白そうだね。私も参加していい。まあいいっちゃいいよね。配役は末っ子の私が赤ん坊だから、フィリアは子供役以外になるんじゃないの。子供役以外だとおばあちゃんとか。それは嫌だな。じゃあフィリアさんはペットの犬をやりましょう。犬役まで出てくるか。私ペット役。フィーちゃん、喋っちゃダメですよ、ワンちゃんなんですから。もうそれに決定してるんやな、ゆいのわがままやから。知らない。おー、犬決定か。
拗ねて近所を歩いていたんですね。そういうことになるの。え、ママは犬と喋れるの？もちろんですよ。ママは物知りなんですから。ですからパパ、フィーちゃんにちゃんと構ってあげてください。なんで俺が怒られるんだ。また急にな。おフィーちゃん、よしよし。うんうん、フィーちゃん、パパからなでなでされて羨ましいです。犬に決まった時は一番損な役だと思ったけど、もしかして一番いい役だったんじゃ。わおフィーちゃんご機嫌ですね。いや、嬉しそうですね、フィリア、撫でられて、うん、はい、それじゃあそろそろお休みしましょう。最後にママから子供たちにお休みのチューですよ。くすぐったいです。でもなんかこういうのもいいかもね。ああ、キリトとアスナが羨ましくなっちゃった。そんな敬われてもな、うん、困るでこっちは。もう茶化さないでよ、うん。よし、それじゃあ寝ようか。本当に寝ようかってやつね。パパも子供たちにチューですよ。いや、それはダメでしょ。アスナが許しません。なるほど。ちょっと、チューって。したんですか？子供たちが待ってますよ。ゆいちゃん、パパはチューしなくていいんだよ。あれ、そうなんですか？そうなんです。はい、そうなんです。そうそう、お休みの中はママのお仕事なんだよ。そうなんですか、私知りませんでした。いや、危なかったね、アスナ。よかったよかった。なんとか止めることができたな。パパのチューがなきゃ眠れないよ、リーズ。だってそれじゃあここでおしまいですね。おままごとすごく楽しかったです。皆さんありがとうございました。なんかどっと疲れたな。うん、まあ楽しかったのは楽しかったけどね。まあこんなことでよければいつでも付き合うわよ。ですね。また遊ぼうね、ゆいちゃん。私も楽しかったよ。うん、ちょっと恥ずかしかったけど、普段はできない経験で面白かった。今度はもう少し普通の役をさせてよね。シノンはそう思うよな、普通、うん、普通に妹の役じゃない、子供役、子役をやりたい。今度はシリカさんがママ役なのは決まっています。あ、そうか、そういえばそうやった。決まってる？うん、はい、最初にね、シリカさんがパパと夫婦をやりたいと。なんでもないですよ、なんでも。なんでもないような反応には見えないけどね、うん、またみんなで遊ぼうね、ゆいちゃん。はい、ゆいがこんなに喜んでくれてよかったな。できる限り時間を作って一緒にいてあげられるようにしよう。まあ喜んでもらえることをするっていうのは大事やからね、やっぱりね。ゆいのイベントが終わったんかな、多分ね。はい、ゆいのイベントじゃないんやけど、まあみんなのイベントって感じかな。はい、というわけで、今回は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ちょっといい